とかもさ、喋り出したら止まらんぐらい思い入れないですか。でもしかも小腹が空いた時とか子供もね、あ、これ美味しいね、パッション、うんうん。サディーカー、タイコのタッキーでーす。今日はタイのセブンツアー、イエーイタイのセブンが結構充実してるので、どんな売り場かとか何売っとうとかを見ていきたいと思います。行くよー、どうぞー。まずはじゃーん、え、そうですそうです。え、違ったよ。違う。咳止めにしても、うん。なんで、ムカデ？え、でもね、私食べたことあるんですよ。結構効きますよ。結構効くし、なんか 甘い龍角散みたいな感じ。コンタクトの洗浄液とかあるの良くないですか？これね。冷えピタもある。本当だ、この模様まで確かにしっかり。どうしよう、見て種類がある。どう違う、匂い、あ、ブラックミントとフレッシュミントだって。フレッシュミントですよ。サプリメントも充実してる。このさ、化粧品が良くないですか。私よくなんかこういうのか美容液買ってた。ちょい買いができるからいいですよね。あ、見て、BTS。 あ、これ、ホテルユーカのお土産。これさ、確か一人一人にキャラクターがあるんだけど。そうなん？わかんないじゃん。誰が、うん、どっちがどっちか分かれへん。ムビー&ヘアセラムパフ。すごいね。ね。いつでも彼氏の家お泊まりできるね。ほんまそれ。もう日本のもので言ったらこれとか。ああ、これがコンビニで売ってるの。僕順もコンビニで売ってる。すごい、139バーツ。ゆうさんがさ、おすすめしてた。私も使ってます。さ、これが今人気ですよね。みんな歯が白くなるのはこのコルゲートホワイト、うん、美容が好きな女の子みんなこれ使ってる。あとこれ、ハイノリさんが必須のシミテクト。コンビニでも買えるのに。シミテクト台湾。え、使いました、これ。え、これ使ったんですよ、私が、うん、買って。シミテクトってどんなものなんだろう、うん、使ったら、あ、うん、あったかいんですよ。え、もう当てた瞬間があったかい。いい、いいです。いいです、おすすめです。おすすめ利用。女子大事。それ私が好きなのがこれ、これ。クールタイプ。おすすめします。大事。私にはちょっと刺激が強すぎてダメですか。ごめんなさい。え、でもほら、なんか消臭が効いてますよ。あ、いいね、ちょっと炭、炭、炭の力だ。炭しかかたん。洗剤何使ってます？私はあ、ダウニー？柔軟剤じゃん。お部屋干し用のダウニーじゃん。へぇ、これのアタックの 3D、 これの青いやつ。今アタック使ってる人多いですよね。あ、おつまみゾーン来たよ。大好きな。タロー大好き。ね、タロー大好き。最近ね、まだ食べてないんだけど、やっぱロールが気になってる、ね、これ。わかるわかる。あ、お菓子。お菓子とかもうさ、喋り出したら止まらんぐらい思い入れないですか。そうだね。小池屋ポテチ、いろんな会社ありますけど、どれが好きですか。ポテチはやっぱレイズかな。結局レイズ
でも私これも好きなんだよ。このシリーズも美味しい。うん、タストみたいな、テストみたいなやつ。テスト。うわ、お酒が映せないわ。タイはお酒が買える時間が限られてますから。この間聞いたけど、あのブラックコーヒーって書いてあるけど、このブラックコーヒーめちゃくちゃ甘いそうです。へえ。おすすめ。ゆずレモンソーダ。ノンシュガー。あとね、まあやっぱゼロコーラでしょ。普通の定番のものだ。水のようにコーラ飲むようになったから。あとやっぱお茶飲まされるから飲んで。白いキャップは安心。白は無糖ね。白は無糖。大量の水の種類。どの水が好きですか？確かにどの水が好き？私ねこれネスレのピュアライト。よく買う。私はこのアウラは軟水って聞いたので。へー、オーラですね。アウラ。これからもアウラと呼び続け、愛着を持ってアウラと呼び続ける。オーラやから、ごめんねオーラ。カオトンも美味しかったです。チンで食べれるし。このさ、エビワンタンずっと気になってる。ね、美味しそう。しかも CP 大体美味しくないですか？まあそうだね、天下の CP ですね。これにハマってるんです最近。へぇ、紅茶オレ美味しい。甘すぎないで美味しい。へぇ、そうなんだ。カップラーメンもあるよ。これ好き。これ、へぇ、これ美味しい。あ、日清やん。チリ、チリヌードル美味しそう。辛い？辛い、美味しい。待って、麦から出てるよ。ロットガイアンとロットトムヤム。トムヤム。え、なんかめっちゃ買うやん。です。調味料もいっぱいありますよ。じゃーん。この間気になって買ったヤムツナ。まだ食べてない。まあ勇気あるわ。ほら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 、みんな大好きサバタマとかもう何でも使えるから。マギー、うん、メギーだよ。しかもえ、偽物？メギーって書いてあるよ。マギーだと思ってた。ずっと勘違いしてる。もうやだわ。ね、全部名前間違えて。それでも生きていけるからね。これめっちゃ美味しい。チーズが入ってるのがポイント。めっちゃ美味しい。ここでチンしてくれて、うん、すぐ食べれるっていうのが日本になくないですか？なるほどね。最初びっくりしましたもん。温めるって聞かれた時に。確かに。ほんまみたいな。これもチーズイン。で、ここの絵でちゃんと見て買わないと辛いのもあるんで、間違えちゃうんですよ。ネームです。そうです、めっちゃ美味しい。このまま食べれる。ネーム大好き。何個でも食べれます、ね、これが出勤。これはうっかりそのまま食べると薄いビニールがついてるので気をつけてください。初めての人ビニールも食べないように気をつけてください。これもチンしてそのまま食べれる。美味しそう。茶碗蒸し。そう、茶碗蒸し。これもそのままチンして食べれる。小腹が空いたので、もうこんなんもう何も食べても太らないですから。セブンマスターだね。そう、めっちゃ美味しい。ハニーレモン18番。バリ美味しいですよ。聞いてみてくださいよ。ミーネナンマイカ。そんなん聞く人なんかはーって言われると思います。商品って何で、新カーかな。値段が出るから安心ですね。値段も聞けへんのか。セブンのミーネナンマイカミーネナンサイト。値段も荒いし。おいしい、おいしいわ。アロイ、アロイ。カオソアイ。おー、へえ。ニューシリーズ。ガパオ。あ、ナティアスガパオ。グリーンカレーとガパオとカレーがある。ね、店員さんのおすすめです。今度買ってみよう。うん。コクンカン。コクンカン。ということでセブンどうだったでしょうか。
あんまりゆっくり見ることないもんね。確かに毎日のように新しいもの並んでるもんね。うん、ほんまに。めぐりさんがちょっと日本に一時帰国するので、なかなか登場できなくなるかもしれませんが、次回の登場をお楽しみに。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。バイバイ。Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away.